月1だった。やってます、うん、はい見てもらってます。見る時間ないですね。見てはない。ないですね。はい、わかりました。スポーツコメンテーターぶりも板についてきた虎徹の姿も見てほしいところですが、さあキューブ毎月恒例国防2軍監督をその虎徹が直撃です。1軍では三森や柳町、ルーキー野村勇など若鷹たちが活躍を続けていますが、先月こんなことがありました。4月に、野村勇選手が、うん、ルーキーでは国保さん以来の実写2発らしいね。はい、俺ネットで見たよ。それご存知でしたか。打ったのは覚えてたけど、はい、それ以来やったっていうのはそうやったんやな。開幕から1軍出場を続ける25歳のルーキー野村勇、先月24日札幌ドームでは第2打席で先制の2号ツーラン、さらに第4打席でもレフトスタンドへ3号ソロ、1試合2ホーマー3打点の活躍を見せました。ホークスの新人選手が1試合2ホーマーを放ったのは国防2軍監督以来実に28年ぶりのことでした。まあこういう形で若い選手が歴史を掘り起こしてくれるっていうのは、そうね、うん、山形やったのかな確か。そう、まあ、1年も俺6本しか打ってないからねでもあの辺りになんかちょっとこういう打ち方でいけるかなっていうのが見つかってきた時期やったっていうのがあったんで、その時に結果がつくとやっぱり自信になる。まあ勇の場合はでもその打つっていうよりもやっぱりその足と、やっぱり守備ね、外野もまあできるっていう中で幅広い起用が考えられる選手なんで、十分1軍のそういうこうピースには入っていけると思ってたんで、まあ、それがこう、まあ、体も強いしね、まあ、ただホームランバックスクリーン含めてね、あれだけ長打力があるというのはちょっと思わなかったですけど、はい、いい活躍してるんじゃないですか。一軍で結果を出している野村勇、開幕一軍昇格前に国母二軍監督にかけられた言葉が力になっているといいます。具体的になんて言ったんですか。いやもうお前の力は一軍で十分ねできるプレイヤーなんで、だからもう二度と俺の顔見ることがないように上でしっかり結果を残すよっていう話をしました、はい、同じような言葉を、リチャード選手にも今年ちょっと苦しんで今一軍上がりましたけど、ああ今回リチャードそんな話かけてないでしょ、だって絶不調で上がっとるから、はい、失うもんないんでいつでも帰ってこいみたいな逆に言えば打撃不振のガルビスに代わって今週一軍へ送り出したリチャードにはちょっと厳しめ愛の無知、長打力は折り紙付き。リチャードに今必要なことは、あ今回リチャードそんな話かけてないでしょ、だって絶不調で上がっとるから、はい、失うもんないんでいつでも帰ってこいみたいな今週火曜日打撃不振のガルビスに代えてリチャードを一軍昇格させたホークス、開幕一軍は掴んだものの出場わずか1試合で3月28日に登録抹消、2軍でおよそ1ヶ月調整を続けてきました。今シーズン2度目の1軍昇格、藤本監督は一発の魅力があると期待していますが、状態的にはもう強く推薦できるような状態ではなかったんですけど、藤本監督も言ってね、一発の魅力は当然あるんで、まあ、左ピッチャーの時にはチャンスあるでしょうし、まあ、ガルビスとの交代やったんでね、サードっていう点では今相手しかいなかったっていう中でなんです。2軍でのおよそ1ヶ月打率は1割9分4厘、しかしホームラン5本18打点、再び1軍昇格のチャンスを得たリチャードに国母2軍監督あえて厳しい言葉で激を飛ばします。でも2ストライクアプローチはだいぶ良くなったですね。フォームとかタイミングとかじゃないんですね、はい、彼ぐらいになると。高谷コーチがキャッチャーならリチャードをどう抑えるかっていうミーティングをしてもらって、上がる前はベンチでね話をしてたんで、どう攻められてるかと、そのボールをどうやって待つかとか、このボールは捨てるとかで、打った後は次は打たれた球から入ってくるのか逆が来るのかとかっていうことを覚えていく、やっぱりそういう勉強が大切かな。巡ってきた今シーズン2度目の一軍のチャンス、リチャードにはより深く考え打席に立つことが必要と説いて送り出しました。2軍で本格指導を始めたキャンプからおよそ3ヶ月、
小久保監督もまた試行錯誤の毎日が続いています。若い選手と向き合い方、年齢差もあるし、うん、その3ヶ月ぐらい経って見えてきたものとかありますか？叱り方は優しくなりましたね。 はい、あんまりこうガツンって言うとやっぱりこう引いてしまうんで、うん、諭すように、まあ、カメラを落とさないといけない時ももちろんあるんですけども、緩くなったでしょうね。はい、若手についてたっぷりとお話しいただきましたが、特にリチャード選手への、はい、厳しい愛の無知でしたね。小鉄さん、そうですね、今緩くなったでしょっていうのは僕ら世代はね、言われても考えるよっていうことが多かったけど、今は例えばスタメン外しても、はい、外した理由を説明してこういうことをしろよと、きちんと説明してあげること大事と、まあ、その辺は時代に合わせて国防入監督も指導しているというようなニュアンスのことですよね。はい、はい、まあ、入れ替わりのガルビス選手もケアをする部分があるかと思いますが、はいはい、ガルビス選手メジャーリーガーですから、いろいろケアする部分が大きいんですけど、2軍落ちてきた日にまず監督室に呼んで、これからどういうことをしたいかという話をして、きちんとサポートするからとしっかり話をしたそうですね。で、今彼にとって大きいのはデスパイス選手が怪我明けでリハビリ、それから2軍で試合出てますけど、はい、同じスペイン語で、ね、話して、日本野球の先輩ですから、うん、アドバイスをすごくしてるそうですね、はい、彼がやっぱりその辺のサポートもできてるっていうのが今環境的にも大きいし、うん、その意味でも結果出てるし、昨日までファームで5試合に出て4安打それから1本ホームランも打ってますから、上がってきてまた活躍してくれる日も近いんじゃないかなと思いますね、うん、はい、うん、まあ、とってもね、マイナーに落ちるというのはメジャーリーガーとしては非常に悔しいことですけど、まあ、その中において環境になれるという部分ではデスパイネの存在は非常に大きいのかなというふうに思いますね。心強いですよね、はい、ね、はい。